はいはいどうもー。マットナバドス。今日はねー、なんかコメント欄でたくさん見かけるモブ、フルエンチャダイヤ装備子供村人ゾンビが乗った鶏。うん。パーフェクトチキンジョッキーというらしいのですが、それをこの目で見てみようと思います。もうねー、ほんとたくさんのコメントをいただいているんです。今日は私もそれをちゃんと認識しますからね。まずは、普通のチキンジョッキーさん。うん。うまくいけば、パーフェクトチキンジョッキーさんが出ますかね。おーおー。うん。全然出ませんな。はいはい、皆さん、落ち着いてー。はい。チキンジョッキーさんのコマンドでは、パーフェクトチキンジョッキーさんは出ません。それならば、子供村人ゾンビのチキンジョッキーを出してみましょう。うん。これもダメですな。はい。ダイヤのヘルメットを、子供村人ゾンビチキンジョッキーに拾わせてみましょう。うん。全然拾わない。ダメですなぁ。小村ゾンビジョッキーは拾わないんですなぁ。ああ。よし。無理やり小村ゾンキーさんに防具を投げつけてみます。ほら。早く出てきなさい。うん。この小村ゾンキーに投げつけます。これでパーフェクトチキンジョッキーが見られますな。ふっふっふ。あれ？ダメなの？人為的にパーフェクトチキンジョッキーを作ることはできないんですかねー。どうしたら良いものか。武器は持たせられるんですかねー。ダメだ。これは困りましたな。一体どうやって、パーフェクトチキンジョッキーを見ればいいのか。くっそー。おお。もう少し考えましょうかね。やはり、防具をつけた状態で出てくるのが理想なのですかねー。ねえ。何これ。ちょっと可愛いじゃないのさ。よし、村人ゾンビさんが防具をつけて出てこれるのか。このコマンドで試してみます。一応、年齢は子供に。おーおーおー、出た。でも大人ですな。あー。なんで子供じゃないのさ。もう？ランダムとか。ランダムで大人だったり、子供だったり。まったく、いっつも私のワールドでは雨がすぐ降る。おい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 、村ゾンビの雪崩。あー、くっそー。雨は降るし、雪崩は起きるし。早くコマンドを止めないと、早く、このままじゃやばいですって、あー。落ち着け私。今度はこれ、小村ゾンビの防具付き。うん。この小村ゾンビを鶏に乗せればいいんです。うん。これでやっとパーフェクトチキンジョッキーが見られる。ふっふっふ。よし。
何してんの？なんで出てこないのよー。もう？こうなったら、行けー。はいはい、ちょっと、落ち着きましょうねー。ねえ。うん、わかったから、レバーを触らせてねー。よし。ここにあれです。鶏を放ちます。わあ、ちょっと多すぎですな。鶏を、ここに。ほら。あれ、鶏は、どこ？ああ、もう。やめなさいって、もうやだー。なんなのさこれ。ああ。ワールドが重すぎますって。どうしましょう。鶏は。ほら。とりあえず乗りなさいってば。ああ、重い、重すぎる。ダメだ。これじゃ、こっちが持たない。それに全然鶏に乗らないし。ふっふっふ。このマットナバ、とうとうやりましたぞ。大嫌いなコマンドを頑張って入力しました。これで出ますな。パーフェクトチキンジョッキーが。ふふ。行きますぞ。いでよ。パーフェクトチキンジョッキー。あれ？あ、ダイヤモンドとドラゴンを間違った。わあ。よし。今度こそ。いでよ。おお。いでた。うんうん。これですな。これですよね。たくさん出してみましょう。ふっふっふ。また雨。もう、なんでいつもすぐに雨が降るんですか。まったく。よし。ああ、はいはい、みんなどいてねー。おーおー。あれ、どういうこと。おいおいおい、何がどうなってんの。おーい、パーフェクトチキンジョッキーが出るんじゃないの。なんでよ。おーい、やめてって。ちょっと、何これー、壊れた。鶏製造機。はい、なんか壊れましたけど、さっきのコマンドで合っているはずです。リピートだと壊れるかもですから、これでいきます。おーおー、これだ、うん。これですよね。ダイヤフルエンチャの村人ゾンビが乗った鶏。うん。これです。出し放題ですな。ふっふっふ。これがパーフェクトチキンジョッキー。うん。あ、パーフェクトチキンジョッキーを出すコマンドは、この動画の概要欄に書いておきますね。ふっふっふ。実にマットですな。しかし、サバイバルでは絶対に会いたくはないですね。こんなの。恐怖でしかないです。うんうん。はい。今回は、コメント欄で多く言われていた、パーフェクトチキンジョッキーを実際に確認してみました。うん。これが普通に出てきたらとんでもなくすごいことでしょうな。見たいけど、会いたくはないですけどねー。ということで、皆様も、実際に見たければ、概要欄のコマンドを使ってみてくださいな。